テゲテゲーミングの時間です。今回もですね、先週に引き続きマリオカート、こちらのお二人と楽しみたいと思います。マリカー大好き。クッパじゃないのよ私、別にクッパじゃないですから、フォルムがね、はい、はい、終わりました、すみません、不思議な空気、はい、ね、徳さんの得意なゲーム作らないといけないですからね。そうなのよ、もうこれを極めますから。じゃあやりますか。そうですね、はい、行きましょう、はい、今週もマリカ楽しめた。揃ってきた。今回のテゲテゲーミングはマリオカートやってみた2グランプリモードが最終決着。10秒、残り10秒、バトルモードでも盛り上がるよ。どこにいる。マリオカート8デラックス。マリオやいろいろなキャラクターがカートに乗ってコースをかけるレースゲームです。シリーズ最多の48コースを4つのモードでプレイできる。前回は12人で4つのコースを走るグランプリモードでプレイ。3つのコースを終えて総合順位は A 徳が1位、竹の内が2位、池の上が5位。勝負は最後のコース、ヒノキオハイウェイで決まる。任せておいてくださいね。あ、夜だね。夜だ。ライトついてるかな。本当だ。あ、ついてるついてる。わ、早いな。いけいけいけ。おお、ライトついてるじゃん。ねえ。そういろいろあるから。車走ってるからみんな気をつけてね。こんな危ないですよ、危ない。バスとか走ってるから、あ、みんな気をつけて。うわ、ほんとちょっとバスとか走ってるから見えない。行っていいのかダメなのか分かんないよね。とはいえ、まあまあすり抜けはできたりする。あ、そうそうそう、あ、ぶつかった、まさに。マジだね、え、大丈夫かな、明日の朝 MBC ニュースに乗らないかな。竹野内豊さんが事故を起こしましたって。うわ、大事じゃないですか。ねえ、でも途中ほら乗れるなんか乗り物みたいなのあるかね、なんかジャンプ台みたいな。ああ、本当だ、サーフボードみたいな。ただぶつかっただけだった。いや、待って待って、え、もう一周したけ。いや、なんか何周今してるのここ。ねえ、これも最終周。ただね、全然追いつけないのよ。やっぱほら、期待が早いから私。あ、やっぱでもその、やっぱさっきの調整、カスタムが大事だったんだ。ねえ、多少はね、あるよね。あ、なるべく。あ、やばい、だけちゃんがキノコ取ってるやん。ちょ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 。あ、危ない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 。やばい、どこで使われるかわかんない。あ、バナナめっちゃ持ってるやん。うわ、緑投げてきたやつがおる。あ、やばい、フィニッシュだ。やった、はい、はい、イエーイ。すごい、ユロジョー3位に入った。3位に来た。やったー、かー。イエーイ。ほらね、得意なゲームでしょ。ほんとだ、1位、54ポイントですからね。わー、すごい。うわ、嬉しい、気持ちいいわ。ほら、もうディレクターさんがあんなに拍手することなかなかないよ。活路を見出したんじゃない。すごい、今まで心配かけてたんだろ。心配かけてこんなやっと1位になりましたよ。なんで目そんなにうるうるしてんの。ちょっと、え、そういう番組でしたっけ。いや、嬉しい。何、もうよかった、1位になれて。もう今まで1位になることほとんどないから。社内で対戦した時はある程度勝ったりはしてたんでしょう。そうなのよね、で外部に行くと弱いのよ。いや、これをみんなで極めて外部とちょっと勝負したいから。確かに確かに。で、これ
グランプリでさっきやったんですけど、はいはい、千葉市にバトルモードっていうのが、これちょっとやってみましょう。これはでこれバトルがいろいろあって、この風船バトルとかパック、うん、何がいいかな。何、なんかね、いろいろあるんですよ。わかりやすいの何でしょうかね。あ、コインにしましょうか。集めてコインからやろうかな。四デジのごとくですね、きっと。CPU を入れずに3人だけで勝負することに。よし、すごいね。美味しそう。腹減った。この時間のスイーツはいいですね。夢のコースだね、これ。お菓子の国だ。なんだろう。制限時間内にどれだけコインを集められるか勝負。コインだけを見よう。いや、あれ？なぜ出ていかない？あれ？え、なんで？あ、あ、このコース内でどんだけコインを集められるかってことなんだ。そうか、だから逆走みたいなのをしてるの今す。だから別に関係ないんだね。そっか、そういうことか。だからコースをどう使うかは自由みたいな。え、コインがない。どこ？コインないね。コインないね。ないよ。だけど取れたかった。わー、小回り大事だわ。いやいや取れなくなる。どこ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 。あれ、えいとくさん今何枚。やばいよ私。え、これ何枚とか見えるんですっけ。左下にほら、左下、あ、うわ、これすごいコイン積んできた。大量ゾーンあったぞ。うそ、どこ行った。よいしょ、走ってる。なるほど、上に行けばいいのか。コインの柱みたいなとこあったけど。え、終わりか。わー、やばい。すごいじゃん、みんな。めっちゃ貯金してるだけに落ちた。やっぱ竹野さん、お金のことになったら強いですね。すごいね。やめなさい。やめなさい。いや、こういうだからバトルモードみたいなのがあるのも楽しくないですか。楽しい、これ。コースで走るだけじゃなくて。これだって私初めて今、徳さんに勝ちましたよ。本当だね。私弱。なるほど。ね、面白い。ちょっと次やってみる。よっしゃ。やりましょう、やりましょう。うわ、面白いわこれ。ね。次はアイテムをぶつけて風船を割り合う風船バトル。制限時間内に多く風船を割った人の勝ち。いけいけいけ。ちょっとまずアイテムを取らないと。そうだ、確かに。よいしょ。そして逃げないと。どこだ、どこだ。全然いないじゃん。怖い怖い。ちょっと待って、なんかみんなすげえいいの持ってるじゃん。ちょっと絶対的にそれがいいじゃん。違った。でも人が見えたらね。この取ってるアイテムは貯金されてんだよね。あれ、あー、やばい、自分に見つかった。いた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 。誰だあれは。誰だ。おじゃー。爆発した。確かも。ごめん。投げたところにでも当たったよね。あ、やばいやばい。あいつが来るわ。やつが来る、やつが来る、やつが来る。やつが来る。やつが来る。よいしょ。あ、ナイスです。オレンジ兵法。私です。ナイスです。あ、やばい。恐ろしい音がした。オレンジ兵法攻めるね。こいつ違うやつだな。どうだ？あ！あ！ととととととと。自爆したのか。あ、やばい。あれあれあれ。やばいやばい。で、よっしゃ！私2個目。一番になった。あれ、なんで骨クッパ？3位なの？やったー。やっぱ分かんないね。分からん。分からない。やや時の運的なところもあるし。あるしねー。いや、面白い。面白いわ。ねえ、ちょっと違うゲームもやろうか。やりたいやりたい。最後は、いただき社員。コース上にある
社員を取って20秒間逃げ切った人の勝ち。ラストにふさわしいね。本当だ。もうこれで勝負をつけよう。うん。よし。なんでだろうな。ちょっとスタートダッシュかけてみよう。うわあ。もう私には希望がない。あの人にぶつけないと時間がない。待てー。あ、ちょっと誰？だけど取れない。なるほど。あそこにいるよ。ちょっと待って、僕もやってる場合じゃないじゃん。どこだっけ？あ、イエーイ。どこだ？10秒、残り10秒。どこ？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 全然違う。どこ？どこ？映るわけじゃないんだ。映らない。取りに行くんだ。落ちてた。それ落ちてた。すごいわ。でもバトルモード強いね。いやこれはいいですね。これだってレースをそんな慣れてない人でも、うん、これなら勝てるってことですからね。確かに。コースは私に任せて、はい、バトルモードはもうできないじゃないですか。そうですね。コースもちゃんと熟知して、うん、アイテムをどう使うとかっていうのも知っていかないと絶対勝てないよ。うん、そうそうそう、うん。作戦もありますからね。ね。うん、閉めてまたじゃあみんなで楽しみましょう、はいはい、楽しかったっす。これなら勝てるのね。これなら勝てる。じゃあ第1弾は局内で、局内でちょっとナンバーワンを目指したいと思いますので、挑戦者待ってます。しゃあ次回のテゲテゲーミングは甲冑姿で e スポーツモンスト大会日置市で行われたイベントに突撃取材。最後は A 徳の武将に。お楽しみに。よりゃ